北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube と Podcast でお届けしています。ちょうど、時計が鳴りましたが、8月最終週、5週目ですね。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、僕にとっての先生ということにもなると思うんですけど、師匠、メンター、いろんな言い方ありますけども、グルっていう言い方もね、しますけども、ズバリこのグルっていうのは人生に必要なのか、そして必要なのであれば、こっちの方が聞きたい方多いかもしれないですけど、どうすれば出会えるんだろうと、このあたりを伺いたいなと思うんですけど。早川さんは、私は一応グルと。いや、一応じゃないです。正真正銘のグルです。どんなお店で知り合ったんですかね。一番最初の、その道というか、動機というか。そうですね。私はですね、自分の、いろいろ、友人がね、海外にいて、海外の友人から北川先生の本が素晴らしいよと伺って、で、そこから、無敵の経過読ませていただいて、もうあまりに感銘を受けてですね、で、しかも、経営を教え、人の道を解き、そして陶芸家何者だと思ってですね、もう慌てて調べて、ね、中野サンプラザのね、楽神会に行って、そこからもうしつこく、先生に勝手に弟子入りして、今日に至るという感じです。グルっていうのはとても大事な存在だと思うんですね。古代からね、言われていて、ある、ちょっと今、前もってもう私が本を用意してなかったんですけど、古代中国の知恵って言いますか、古典から古典の知恵とかいう本があって、その中にも偉大なる帝王は、偉大なる指導リーダーって言いますかね、上司は国の王様っていうのは、一番大事などんな能力が大事なのかとかいう章があったんですね。でその中で古代のそういう最初というか、そういう人たちが残している言葉に、まずはこう、なんていうか、戦いに強いこと、それはこう、リーダーとして必要だ。もう一つは、志を持つことが、はい。で、三番目は、こう、人民を愛することができる人が、能力、王様って言いますかね。で、四番目が、こう、なんていうか、国の経済、活発化、経済を見る力っていう、こう、そういうのが、こう、昔の古典の中にあるんですね。それが、こう、リーダーだって大きな、こう、資質だ。国のリーダーとはどんな人、リーダーです。国の王様にはどんな資質が必要ですか、とか言ったら、まず、例えば、一番の下は、下って言いますかね。下は、戦いに強いことっていうかね。向かってきたら倒すことで、2番目はそのようにこう、ちょっと今はっきり覚えませんけれども、経済、人民の心を安らげることができる人、3番目が、そして経済を豊かにすることから、国を正し、志を持つという、思っている人、ということなんですね。でも、それが上中下、上の上というかね、上の上がやっぱ、まず志を持って王様になるということが上の上であるという大事な、もっと大事なことは何かといったら、グルを持つことができる能力のある人っていう、それが最高の指導者であるという、その古典、昔の中国の古典の中にあったんですね。でその本ちょっと今探したけど分からなかったけれども、その頃から2000年前かな、1500年前からそのくらい必要というかね。いろんなことを経験してきて、結局いろんな人が王様になったと思うんですね。でも、志を持つこととかになるけど、やっぱり人間は揺れやすいと言いますかね。そうですね。なんかそれをきちんと修正する人が必要なんですけど、そういう人を持つということと、そういう人の意見を聞くという度量がないと、なんかその真の王様ってリーダーではないっていう。だから、人生の最高の、人生なんて、国の最高の指導者はこう、ちゃんとグルを一人持ってる人っていう。でも実際そうでしょうね。もう今の世界のトップもね、みんないるでしょうね。
だから失敗、自分が突き進んでる人、大衆があれこれあれこれ言うけれども、大衆っていうのはやっぱ、みんな、こう欲の塊だから、うん、なんかちょっと、やっぱその他、選挙の中で迷う、惑わされてしまいますよね。でも、それを突き抜けて、こう、なんか人としての、あれを見る、グルっていうのは必ずいると思うんですけども、うん、そういう人を持つことができる能力、それを、能力と言ってるんですよね、うん、そうすると持つことができる能力というとその能力があんまりないと持てないということですか。そうです。尊敬というものは俺のがすごいんだと思ったらその能力が消えるわけです。あ、そうですね、うん、だから、うん、ごちゃごちゃ言ったことないとか俺はもう世界一番世界中で最大のこう支持者だと思うと、うん、その能力は消えますよね、うん、こう謙虚さがなくなるから。だから、まあ、能力というのはそういう意味ではなく自分の至らないところを見つめてくれる人を持つという謙虚さ、うん、なるほど、謙虚な、はい、まさしく。でも本当に先生も含めて僕からするとそのグルというかメンターと呼ばれる人、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって まさに そういうことなんですよね。でもそうですね、はい、だから謙虚な心を持つという能力があると死を持つことができるんですよね。そしてその死も謙虚であると。そう、死も謙虚である。神ではないということを知ってる人が死ですよね。うんうんうん、でも神に近いこの世の知恵を持ってる人がグルであるっていうか。うんうんうん、まあ、グルも悩みながら生きていくからですね、これ。そうですね、命を持ってる限り、動物である限り、こう、悩みと苦悩を付きまとうからですね、それを持ちながらでもこう人間苦をこう、なんか、うん、見抜く力を持つ人ってやっぱりいるんですね、いつの時代もね、うんうんうん、まあ、キリストもそうだし、ブッダもそうだし、まあ、そうですね、そういう人だけじゃなくて聖者って言われる聖なる人はいると思うけれども、うん、あまり表に出ようとはしてない、うん、けれども、まあ、そういう人を見つけてその人の言葉に従う能力が、うん、能力があることですよね。だからそういう意味では死を持つ能力がある人、うん、死の言葉を聞かない人はその能力持ってないから。まあ、でもそういう意味で能力っていうとね、最初あれ、そうすると僕私大丈夫かなと思いましたけど、今の話でやっぱり人の話をきちんと聞く耳を持っているとか、常に謙虚であることとか、まあ、簡単ではないですけど、でも誰でもできうるってことですよね。死を持つ能力を磨くことはできるってことですよね。やっぱ尊敬する、本当に信服して尊敬する人が、まあ、いて、その人からきちっとこう言われたら、修正したら、あ、素直に切り替えようと思いますもんね。うん、思いますね、うん。同じ言葉でもね、本も大事ですけど、本読んだり誰かから言われるのと、やっぱり自分が本当に尊敬する人から言われると、言葉自体は一緒だけど、全然入ってき方は違いますよね、うん。そうなんですよね。先生、ちょっと思ったんですけど、その グルって、まあ、どうすれば出会えるかっていうところからテーマ入ってきましたけど、うんうん、振り返るとこう僕自身もさっき先生との出会いをお話しさせていただきましたけど、個人的にはなんかグルって見つけるものではなく、なんか見つかるというか出会うというか、ある意味探そうとか誰かにこう教えを請いたいって気持ちは主体的なもの必要かもしれないですけど、でも結局最後はコントロールできない、まさになんか導きみたいなものでありますね、うん、その辺どうお考えですか。やっぱでもやっぱり私も思うけれども、最初やっぱ悩んでなんとか人生を良くしたいっていうかね、はい、いう心をまず持つことだと思いますね、うん、こう苦悩するっていうかね、はい、で、まあ、苦悩当たり前だこんなもんって思わないで、うん、だからやっぱ苦悩を取ってくれる道を、うん、示してくれる人がいるはずだと思うと、うん、それから死を求めるっていう心は生じるんじゃないですかね、はい、そしたらなんかその自分の能力に応じた人と出会ってくるっていうかね、うん、だから存在すると思うんですね、必ず、うんうん、だからまず苦悩して自分を向上させたい、はい、何かこの苦悩からこう自分を脱出させたいっていう心を持つことが最初の動機ではないかな。
グルっていうところで、まあ、僕にとってありがたいことに、あの北川先生も、ね、あの長くお付き合いさせていただいていますけど、あのズバリグルは複数いてもいいんでしょうか？あ、いいと思いますね、はい、でも3人以上持つと今度は対立するんですよ。違うことを言ってしまうというかね、意見が分かれるんで。確かに、うんうん、だから本当は一人でいいと思うんですけども、うん、あち、まあ、もう一人のグルは父親だったり友人だったりとかいうのはいいと思いますね、うん、そういう意味での、うん、お前俺のグルだよみたいな人はいいと思いますけども、うん、 あとは直接やっぱりその、うん、薫陶を受けられる人じゃないとグルはダメなんじゃでしょうか？それかそれこそもう亡くなってる方とか歴史上の人物とかでもいいんでしょうか？歴史上の人物でもいいけども、現実の現代の出来事はこう歴史上でないことが起きてきた時に、まあ、グルがいた方が分かりやすいですよね、うん、昔は原子爆弾とかなかったり、まあ、で例えばの話、こんなに国同士がこう世界中にいっぱいあるということも知らなかったし、はい、やっぱ民族がこんなに人種がこんなにいっぱいいるんだということも、本当に今21世紀だから分かる話で、織田信長とか秀吉の時代に世界中にこんないろんな民族がいるということを知らなかったと思うんですね。今はそれが分かった時代にかえって混乱してしまうからですね。うん、だからまあ、あのちょっとこう突き抜けて、あの人類に共通することはあるけれども、現実問題として対処できないことも増えてきたといいますかね、はいはい、うん、だから、まあ、そういう意味では現代の文明の発達と地球の環境の変化というのも見極められるよう なんか科学者でありグルである人がいれば最高ですね、うん。先生、そのグルっていうところで思ったのが、まあ、僕も人生こう40年近く生きてきて、まあ、グルというか師匠というかメンターというかいろんな方お世話になってきましたけど、やっぱり振り返ってみるとずっと変わらない人も いますし、そのある一時、例えば20代の時にグルと仰いでた人、30代みたいな、まあ、そういうふうに変わっていくこととか、あとまあ正直こうなんて言うんでしょう、それはどちらがいい悪いというか、僕が及ばなかったかもしれない、途中から何か、うーん、まあ、あえてダイレクトに言うと この方とずっとではないかなみたいな、なんかそういう別れのタイミングというか、ありますね、そのあたりはどういうもんなんでしょうか？それは自分のレベルが違ってくると違って、うん、あえて変わってきますね、うん、利用を求めてたり、なんか自分のとってのこう繁栄とかだけを考えた時のグルとグルって死というか、死者、うん、はい、とそれを突き抜けて、いや、こういうものではなくて、もっと奥深いものがあるだと気づいたときに出てくるグルとはまた違いますよね。うん、そうなんですよね、不思議。ね、だからやっぱ、友達もそうなんですけど、うん、小学校の時の友達と、この中学の友達と、高校の友達と、はい、まあ、違ってきて、世の中に行っていくと、やっぱもっとレベルの高い友達を知り合うと、うん、中学、高校以外の、まだ、なんか低いと言ったら悪いけど、生きることだけに、うん、力を入れてる友達なんかと言っても、もう話が合わなくなるからですね。うんうんうん、だから、まあ、自分のレベルに合った人、自分のレベルが上がってくると、そのグルの出会う人が違ってきますよね。当然違ってくると。戦上手な人か、もしくは今度は人を治めることが上手な人か、もっと上をこう多くの人々に尊敬を集めることができるような人か。そうですね。なんか、その自分のレベルというか目覚めの段階においてグルが変わってきますよね。なんであの時あの人に夢中になってたんだろうと思うとかありますよね。なんか不思議ですよね。まあ、ちょっと自分はさておいてですけど、やっぱり先生おっしゃったように なんて言うでしょう、振り返るとその時その時の師匠っていうのは なんかもちろん同じというとおこがましいんですけど、でもある意味同じ自分と何か持ってる人の最高峰みたいな、うん、何かもしくは潜在的に持ってる、同じ映し出してるものを持ってる人の最高峰みたいな、なんかつまり自分が変わったりすると変わりますよね。そうですね、うん、自分が、まあ、丘の上に登ったら景色が違ってみると、うん、もっと高い山があったりして、その山を登ってしまうともっと高い山があると思うけども、うんうん、やっぱなんかハウツーだけではない、何かを持ってる人に出会ってからやっぱりそれがグルになってくると思うんですよね。そうですね、うん、そういう意味では先生ね、ご自身のグルは
誰ですか、誰だったんですかっていうところが気になりますよね。いっぱい、まあ、現実的に日本にはなかなかいないんですね、うん、日本どうしてもこうそういう心のなんか霊的なレベルの人たちは少なくて、まあ、インドとかそれからアメリカの中、そういう昔の人たちですよね、はい、宗教そういう人たちには素晴らしい人がいるので、うん、どうしても、そういう聖者と言われる人たちが私のグルですよね、はいはい、そうですね。でもそういう意味では どうでしょう、まあ、僕のグルの北川先生に聞くのも恐縮ですけど、先ほどのグルのね一つの、まあ、定義というか理想像としてはその過去の人とかではなく、できるだけ、まあ、やっぱりね現代を生きてっていう方っていうのが、まあ、一般的にはおっしゃってましたけど、先生はそういう意味で今おっしゃったような聖者たちは、直接対話を されたりしたこともあるんでしょうか、それかいわゆるそこはなく先生はご自身でそういう方の生き様とかを見てきて。僕の場合は、最初はこう本とかから、うん、次は人であって、次はあと断食瞑想とか言って、だんだんその現実に生きてる人の向こうの世界の人たちとなんか知り合いになってきたんですよね。うん、自分は大したことない、私自身も大したことないんですけども、いえいえ、なんか現実に生きてて、あまりハウツーで利益ばっかりをする人たちが、策を弄する人たちが多くて、うん、なんかちょっと物足りないなっていうのはありますね。だから、でももう少し聖なる言葉と聖なる人という、はい、言葉を当てはまる人はやっぱりこう過去の聖者みたいな人たちかなですね、はい、うんうん、あとは直接向こうの世界と通じることができるようになってくると言いますかね、はい、ドキドキですけど、はいはい、ずっとじゃないんですけど、すごいですね。でもなんか、まあ、僕には遠く及ばない高みですけど、でも、まあ、さっきの話でいくと、一つ一つやっぱりこう自分を変えたいとか高めたいとか、こうやっぱり徳を積みたいとか、なんかそういう、まあまあ向上心っていうとちょっと、いや向上心だと思いますよね、うん、まずは向上心だと思うんですよね。なんかその一つ一つ段階をやっぱりとにかく積むことで、なんか出会ってくる人も変わるでしょうし、自分もまた磨かれていくのかなっていうふうに、うん、でもなんか来ると言える人に出会えるってことは幸せですよね、うん、いや本当ですね、数少ないチャンスだからですね、うんはい、私自身も本当に耐えたことないんですよ。私も本当にキリストやブッダや、まあ、過去にいろんな本がありますけども、はい、そういう聖者の言葉を浴びてきたっていうか、まあ、ことあの本でですけどね、はい、だからやっぱり導かれてきたなと思いますね、うんうん、どう言ったらいいんかな、やっぱこの世の超越した世界とちょっとだけでも触れることができた、そうですね、というのがいいかもわかりませんね、うん、ありがとうございます。でもまずはね、そのためにはやっぱり謙虚さからっていうのね、そうですね、そこですね、誇りとあれがないと謙虚さが、うん、必要ですね、うんうんまあよくいつも言ってる思うんですけど、はい、聖書を読むとキリストがこうまず私になりなさい、私になりなさいって言ってるんですよね、はい、私がこう聖者になれたのようにお前でもできる、私みたいな平凡な人間でも聖者になれる、だからあなたもキリストになりなさいっていう言葉がこう、うん、なんかこう出てくるんですけど、へえ、じゃあ私ずっとキリストになれるわけないじゃんって思ってたんですね、うん、こんなキリストみたいな聖者なんか、まあ、無理無理っていうか、そんな歴史をしてるか二人、ねうん、そういう人になれるわけないじゃないと思ってたんですよね。で、あると気がついたんですよね。まあ、キリストにならなくても、人を救いたいと思って、うん、人を救いたいと心が生じて、ちょっと人を救ったら、うん、ああ、キリストなんだって、ああ、キリストなのっていうのは、そうか。ちょっと人を救いたいという心が芽生えた時にキリストになれるんだって思ったんですね。だから、キリストが言ってるように、あなたも私になれるっていうのは、あ、そうなんだ。同じ心を持てばいいんだっていう思ったんですね。でも、なかなかできないですよ。僕もしょっちゅう人に。いや、本当できないです。私もケチだし、うん、なんかね、現実的に生きてて、お金も必要だし、一銭もないのにただで飛行機に乗るわけいかないみたいなもんですからね。
あ、グルも人間ということですね。うん、あの生身の体がある限りはね。はいはい。うんうん、はい、あのこれが全部なくなった時にまた、うん、あの例としてだとなんかいいんですけど、うん、まあ現実に現実の人を導く時は自分自身も生身の体を持つから、そういう意味ではこうあの、ね、痛みと悲しみと喜びと、それから経済的な あれも話しようとしますよね。だから健康もね。はい、うん、ありがとうございます。ということで難しいね、グルト。いやいや、もうとても深かったですし、なんか結構ね、あのグルトの付き合い方とか、グルト出会えない、出会いたいっていう方にとって、やっぱりなんか、すべての人に本当にあの今日学びのある会を。あ、はい、そう、もう一言だけ言ったら、どうぞ。この間、ある方が3人 の, あ の, あ, あの会社の社長さんとか、IT とか関係者の人たちが、はい、訪ねてきたんですよ、40代の時代。で、こう、教えを超えたいっていうかね。はい、で私その人たちにこうちょっとがっかりしたんですよ。あ、そうなんですか。まずその人に会いたいと思ったら しなければならないことは何かと言ったら、その人に会ってその人の話を聞くときはその人の人生時間を奪うことになるんですよ。そうですね、はい、お時間をいただくわけですからね、うん、人生をこう奪う感じなんですね、その人生を拘束するからですね、うん、だからその時間をやっぱ共有するためには、いやちょっとお坊さんが聞いて北川先生すごいと思って来ましたとか言ったらもう来ないでほしいと思うんですね、うんうんうん、というのは私の人生時間もそう長くないけど、私はこういう人です、こんな断絶しました、断絶ってどうなんですか、どんな感覚なんですかとか質問をしてくるわけですね、うんうん、だからそういう初期の質問をするような人たちと会うもう時間がもったいないんですよね、うんうんうん、だからまあ僕が言いたいのは、そういう自分がグルとかそういう人に会うときは、まずその人の本なり思想なりを調べて疑問を持ったところを教えに来るもらうのがいいんですよ、はい、うん、何も知らずに来ましたとか、今日は先生のことはもう知らずに来ました、へへへとかいう、なんかこういう人は来ないでほしいと思いますね。まあまあそうですね、まず 人としてねっていうところありますよね、うん、もうなんかこう気軽に会いに来ましたとか、うん、人気者のタレントに会いに来たみたいな感じの人がいるんですね、うん、だからそういう人で、そういう人は質問がやっぱりくだらないんですね、うん、何時来て何ですかと、40日って何が見えるんですかとかいう、うん、くだらない質問してみます。それともう一つは質問で分かっちゃいますもんね、うん、はい、でもう一つはこう何も持ってこない人ですね。うん、あ、来ました。じゃあ、ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。奪うだけですね。そうです。だけど、若い人の中には、お金を得てきてとかそういうことじゃないんですよ。うん、やっぱり人を大人をということはさっき言ったように、その人の時間、人生時間を奪うことだから、うん、やはりこう、なんか心っていいますかね、その人の好きなものや、お礼や、おまんじゅうやお菓子やコーヒーやなんか持っていくべきだと思うんですね。何も持ってこいで、コーヒーとか出してもらって、あ、美味しかったです、今日のコーヒーは先生ありがとうございました、また来ます、応援しますとか言って帰ってくる、あんたの応援はいらないっていう。あ、でも先生がおっしゃってるやっぱりね、感謝というか変謝ですよね、そこがまず先にそのやっぱ志を持っておかないといけないですね、気持ちってお土産とかなんとかね、それは礼儀ですね、礼儀ですよね。あと、もうあと帰った後にきちんとお礼の手紙とはがき、うん、ありがとうございましたって、うん、そのそれはきちんと3つはやらないといけないですね、まあ、その人の本を読むか、またお土産っていうかね、何、うん、かその人の食べたい現実的なコーヒーとか豆でも持ってくる、はい、3番目はこうずっと付き合いたいならば、まあ、お礼のハガキを出すとか、ね、手紙を書くとか、はい、しないと、まあ、そういうことをできない人はなんか飲めないんだなと思いますね、こう自分勝手で自分中心だから、あ、もうその人は、あ、もうこの人はもう大事なことを教えても、うん、表面でハウスだけしか学ばないからっていう感じで、その人に対してこう私が人生時間費やそうとか、まあ、思わないですね、うん、そうですね、もう人生時間って、ね、その方の寿命ですからね、そこを使わせていただいているってことですもんね、うん、40代とか30代の人はまだいっぱいあるけどもね、うんうん、やっぱ相手は60代70代80代になったらやっぱりそれ相応の尊敬とその人生時間を大切に奪わないようにしないといけないと思いますね、はい、ということをなんかこの間若い人が来てつくづく感じました、
ああ、その人はもう、こう、あ、この人はオーラが汚れてるからダメやなと、ふっと分かってしまう。うん。うん、はい。ちょっと襟を正してね、はい、行きたいな。ちょっと辛い言い方は、まあ、惜しいけど、大事なことやと思って、グルっていう、はい、うん。はい。ありがとうございます。非常に今日はね、深い話になりました。ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマークキクタス .jp までお寄せください。さあ、そして、もう本当にあと10日ぐらいですね。来月9月9日から11日2泊3日で北川先生の直接ご指導による長野断食会が開催されます。もう今日の時点でね、定員ひょっとしたら行ってるかもしれませんが、ご興味ある方はぜひ貴重な機会ですので、ホームページからチェックしてみてください。さあ、そして月末ですね、この人生を変える出会いでは、番組継続のために支援をしてくださるサポーターの方を引き続き募集しております。サポーターの皆様には、毎月北川先生の特別の、ご講話をお届けしています。約40本のご講話がすべてサポーターの方には聞き放題となります。最新のご講話はですね、太陽フレア2025年への準備ということで、まあ、非常にね、貴重なお話をしていただいていますので、ぜひ、サポーターの方はそちらを、今月お聞きいただければというふうに思っております。今月も、おかげさまで、北川先生のお話をお届けすることができました。また引き続き来月も、皆様に北川先生のお話をお伝えしたいと思いますので、志ある方は、サポートいただけたら幸いです。はい、ということで、北川八郎の人生を変える出会い、今月も、これにて終了とさせていただきます。また来月9月も北川先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。